はいどうもお疲れ様です。ノクさんから先行者利益、そして残存者利益についてのテーマで動画の方を送っていただきました。私はこれについてはですね、先行者で有利なところはあるけれども、先行者利益を得ようと思ったら、ただ先行してるだけではなくて、どのように立ち振る舞うかっていうのも大事だと思うんですよ。えそして、残存者利益も同じです。残存者になれば、必ず利益を得れるかというのではなくて、残存者の位置にいるからこそ、残存者なりの、 ノウハウやテクニックが必要だと思うんですよ。つまり、先行者利益を得る人が、先行者であるがゆえの技術で、残存者利益を狙っても、これダメだし、その逆も同じようにダメだと思うんですよね。じゃあ何が言いたいかっていうと、結局はその人自身なんですよね。あの、そもそもビジネスや投資って、小さく挑戦して、そこでうまくいくから、次に大きな投資、もしくは大きなチャレンジをするわけじゃないですか。で、 どこで撤退するかって非常に重要なんですけどもを追いしすぎるるるとと大きななリスクを抱えることになるでもビビってね最初の小さな利益で満足しちゃうと大義を逃すことにもなるんですよじゃあ例のやつっていうのはすごくね分かりやすい例なんですけども 小学でちょっとやってうまくいったからよーしこれは大丈夫だ大きな金額いくぞと思ってその時にドカンとこけたらなんだよ欺だったじゃないかよみたいな感想を持つ人もいるんですけどもじゃあ小学をやってうまくいったからそれでもう撤退してはいよかったよかった少しだけど儲かったよねってなったらこれは上手な人ですよねだから思うんですよどんなことでも大怪我をしないように手足を伸ばさないといけないとそれができないと結局はうまくいってもうまくいかなくなっても 大怪我をその人は売るんじゃないかなと思うんですよ。だから私は常に思うんですけども、最初は一か八かっての結構あると思うんですよね。乗るかそれか分からないから。からそういう時は結構ね、え超、ー、反爆死みたいなことをしてもいいと思いますけども、でも、利益を確保したいゆえは、その利益を既存しないように小出しにしていくっていうね、この逆のパターンが大事じゃないかなと思うんですよ。で、成功者と言われている人も、最初は、 無造無造のものに挑戦して痛い目を見ながらその中の一発が宝くじのように当たるんですよねその後どんどんチャ,チャレンジを増し加えていくかっていうとそうではなくって利回りとかリターンは少ないけれどもだけども無理ないチャレンジを重ねていくんですよねでだん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 リスクの大きいものは遠ざけていくんですよ。与沢鶴さんもももも確かか億億とにに行くままででははのすごい挑戦しましたけどもでも今は、ね、巨額な チャレンジっててのはしてないと思うんですよだからだん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 雲の上になっていくに従ってチャレンジの幅は小さくなるのかなとむしろ持たざる者の,のうちに大きなチャレンジをするべきなのかなと思うんですけどねはいまあそんな感じで、えー、先行者利益にしても残存,利益に残存者利益にしても誰もがその位置にいれば、うん、御の字ってわけではないんじゃないかなと思うんですよねちなみにちょっと余談ですけども今この時代に生まれたのがね 良くなかったとか例えば私たちロスジェネ世代はいい学校に行っていい会社に入れば安泰な人生が待っている豊かな老後があるっていう風うに信じてそれが裏切られたからロスジェネっていう風うに感じてますけども私は思うんですよ例えば生まれた時に将来は立派な軍人さんになるんだぞって言われたそして周りを見たらおじいちゃんもお父さんもお兄ちゃんも近所の人もみんな戦場に行って武訓を挙げてそれなりに出世する もしくはね戦場で死んでしまって2階級独身誰もが立派な軍人になるんだぞって言ってなんか勝利っていうね勝利って名前を付けてくれた人がいるみたいなねそんな時代によしじゃあ立派な軍人になるために兵隊のいる学校に入るぞって言ってそこで昇進を重ねていってねで二十二十歳ぐらいですか二十歳前後で勝利になったり中尉になったりとかしてよしこれからだと思った時に戦争が終わったと軍人には何の価値もなくなった。 せっかく軍人として全ての人生をぶち込んで出世してきたのに、一気に無価値になりました。これから経済の時代だって言われても、いや、そんな経済とかわかんねえよ。俺、軍人として生きてきて、給料は自動的に地位に合わせて入ってきたから、どうやったらお金を稼いだかわかりません、みたいなね。そんな兵隊さんって、70年前に結構生まれたと思うんですよ。じゃあ、その人たちが自分たちのことをロスェレ世代って言ってますかって言ったらそうじゃなくって、今まで信じて頑張ってきたものが、いきなり無価値になっても、 今日からまた新しいことを始めるしかないってことでね、振り切ったと思うんですよ。で、その結果、高度経済成長を成功させて、バブルを構築してくれたっていう時代を作ってくれたんじゃないかなと思うんですよ。で、そう考えたらね、今私たちロスゼネ世代は、少なくとも戦争で死ぬことはないわけですよね。徴兵みたいな強制的な労働にかり出されることもないんですよ。ほとんどの場合、自分たちの選択でできるんで、 ロスジェネ,ネっていうふうに落ち込んでいるばかりじゃなくって当時よりも選択肢があったりスマホみたいなデバイスがあるんでなななんんんかか可能性を広げでできるんじゃないかなと思うんですよね、うん、どうなんですかね今ロスジェネって言われて40代50代になっちゃった人がもしね70年前80年前に軍人になることを期待されてそして軍人として出世して出世しきった時 ととか、ね、とかにになったた時に戦争が終わりました軍の階級は無価値ですってなった時に果たしてどういう風に感じるんでしょうかね。で実際そういう風な人は一定数いたわけですからね、うん。でもその人たちはそこで折れずに経済という今まで日本には考えられなかった時代に立ち向かっていったと思うんですよ。見たこともないようなテレビとか自動車とか冷蔵庫っていうものの開発に取り組んで。 そしてビデオデッキを作ったりね、MD を作ってみたりとか、いろんなものは失敗して無用の長物になったかもしれない、レーザーディスクみたいなのものがあったかもしれないけども、でも、一時代を築いたんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも一くくりにして、みんなしてね、引きこもりになっちゃったみたいなことはないわけですからね。その辺もうちょっと詳しく調べてみたいなと思いますけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それでは、いってらっしゃい。